で、まあ、今更ながら、就活の手順というやつなんですが、一番最初にゴールはどこに置くかというと、幸せな社会人になることというところに置きます。で、幸せな社会人というのは一体どういうことかというと、自分の何かしら才能を使って誰かの役に立って、そのことが自分でも幸せと感じている状態、これが幸せな社会人なんですね。で、その状態をイメージした時に、自分は一体どんなことやってんだろうなという想像から始まる。ここを大事にしてください。いいでしょうか。で、そうするとそのための才能っていうものが必要なんですが、これは心配しなくても誰もが持っています。必ずそれぞれ、人それぞれ違うんですけれども、それぞれ必ず持っているもんだというふうに思ってください。で、そうすると、その社会人、幸せな社会人をしている自分はどんな状態なんだろうねということを考えていると、どうやらこんなことやってそうだなみたいなことが出てくるんですよね。で、その幸せな社会人をやっている自分というものは、こんなことやってやせんかなというイメージがやりたい仕事っていうことなんですね。やりたい仕事を探そうと思うとよくわからないんです。現実世の中にどんな仕事があるかもよくわからないんで、だから幸せな社会人というイメージをしたら、こんなことをやってやせんかなというイメージをすること、これがやりたい仕事で、そのやりたい仕事っていうのをやっている自分というものを描いた時に、どうやらなんかこう会社というもので働いているらしいなというふうに考えたら、じゃあ、就職するんだという話になるんです。で、じゃあその会社に入ってるんだよねっていう、入ってるっていうところが、まあ一つ内定っていう通過点になるんで、で、そしたらじゃあ就職活動をしましょうっていうふうに始まるんですね。だから、その就職活動はするものだっていうことすら一旦手放してもらった方がいいと思います。で、その自分が幸せな社会人っていう姿を描いた時に、どうもなんか会社で働いているっていうイメージがわからない人は、もう別にその就活しなくてもいいんです、実際ね。だから、いやそんなこと言うけど現実食べていけないっていう話は絶対そんなことないので、それはまたちょっと別の時に話してみたいと思うんですが、一旦その就職活動しなきゃならないっていうこともちょっと一旦手放してもらって、幸せな社会人っていうイメージを浮かべたら、どうやら会社で働いてるらしい、で、その会社というのはなんとなくこんなような会社だ、こんな種類の会社だろうっていうところまで来たら、そこへ入りましょうかって言って、やっと就職活動がスタートするということで、では皆さんの就職活動のスタートというのが、内定獲得が目標であって、そのためには、いろんな業界分析とかやりたいところっていうのは分析はするんですが、そうこうしているうちに、10月がやってきて、とりあえず何か、なんとかナビに登録してみたいな、そのうちとりあえずエントリーしてってことになっていって、片っ端から行っては、嘘ばっかり言って失敗して悩むというサイクルに入ってしまうということなので、原点をもう一度見直してもらう、そのスタートは、自分が幸せな社会人になるっていうことを意識してもらうところを目標設定として、そのイメージを作るというところからぜひ始めてもらいたいなというふうに思います。まだ間に合いますので、ぜひ。